どうもはじめまして。ちょっとゲーム実況させていただきたいなと思います。よろしくお願いします。こうやってね、ちょっと録画でゲーム実況っていうのを初めてなんで、ちょっと不慣れな部分とかも多いと思いますが、ちょっと多めに見ていただければ助かります。今回このゲームしたいなと思ったのが、ちょっと最近会社でですね、新人さんが入ってきまして、で、その新人さんっていうのがちょっとね、新人態度がちょっと得るというか、舐められてるなという感じを感じたので、こういったちょっとこわもてゲームをして、そういったものを学んでいって舐められないようにしたいなと思っています。タバコ全然吸ってないの吸ってるね。そうです、このちょっとアフロが主人公です。ちょっと英語がわからないので何を言ってるか全くわかりません。Hey, homeboy, come knock this mother. ちょっと言っちゃいけないセリフですかね。なんて言ってるのかあんまりわからないということにしておきます。操作方法は、パンチ、ローリングね。ローリングの、なんかビーム。ジャック、ビーム。以上かな。パンチ。ちょっと、ダイナマイトデカ感あるね。ロックとかないんかな。おー、なんか武器。これ倒したら武器。落とす。痛い。ガードとか。攻撃範囲が狭いせいか、殴ってても他の雑魚に殴られるから、ちょっと。ちょっと何言ってるか分かんないです。なんか吸収しましたね。 LB ちょっと思ってたんとちゃう。クリーブ、もうええ加減やめとかんかい。われ、あ、何言ってるか分かる。これ以上は、あ、ボタン押しちゃった。スキップしちゃうのね。いくら俺でも悪い、弟分殺したくはないから撃たせるなよ。悪い、めっちゃ悪い言いますね。せやから今日何を言ってんのか分かんないです。まあ雰囲気で遊んでいきます。ボス戦ですか。A でピックナイフピック刀。これ刀もいきましょう。粘土詰めして、おー、組を抜ける。刀で。連打ですね。連打。これいる？このシーン。消えた。なんて書いてるかわかんない。ま、組を脱退して2年後。あの右、左の区間何あれ？畳こんなめくれてることある？なんか、人に入られたとかですかね。ここで、プレイ。Oh God,
と Inflame My Heart with Trust、Enlighten My Soul with Love and Gi わかんない。なんか電話だった。電話部屋の真ん中にある。ビンスさんですかね。なんか情報屋みたいな額に草って書いてる情報屋的なもんですかね。全く見たことないレベルに派手なアロハ着てますね。主人公の周りは基本的に海外の方とかなんですかね。テレビなんかちょっとファミコンのパチモノみたいなのありますね。なんかなぜか砂嵐を映してます。生活がなんかちょっと気狂ってるんですかね。ベランダ広いな。一人暮らしのこのベランダ広いな。もうベランダに生ゴミ捨てちゃうタイプですね。良くないです。この攻撃が前と違う。これ弱攻撃。あ、レバー入れでジャンプ攻撃。違う。チャプター1。あ、そういえばこれ大阪が舞台のゲームなんですよ。なんでまあちょうどいいかなと思って、喋り方とかもね参考にできる。タコツボ公園。いやー 3D グラフィックもっといかつい感じでしたよね。完全なんか 2D 側はちょっとファンキーなおじさんになってますけど、またこの人もタバコは火つけないんですね。何言ってるか分かんないんで、会話シーンは、ボイスもないんで飛ばします。 Leave the apartment and meet Vince at the park、公園でビンスと会えっていうミッションクリアですね。動けないまだ。なぜ動けない。何か起こるの。ちょっと待ちます。なんかちょっとずつグリーンって回ってくる。何これ怖い。タバコに火をつけて一服してますね。煙は出ない。一服で捨てる。ちょっともったいないですね。なんか軽快に走っていきました。見たことないオブジェクトがあります。タコツボの火時計ですね。なんかもやしっこみたいな地球がいじめられてます。なんやザバが、しばいたろかオンドレ。元兄貴ですかね。人の話に割り込んでやわれ。ただで済むと思うんかいな。われ、さっさと帰らんかいに。すぐ悪い言いますね、この人。ほんまに聞こえたやろボケが。耳でも悪いんか、ケト人が。佐島淳さんですね。日本語で喋れやわれ。いや、ほんまにね。おい、お前ら、日本語対応しますね。この猿にビシビシ日本語教えてれ。日本語教えていただけるんですね、今から日本語講座が始まります。なんかいじめられてた人逃げてった。なんかグラフィック使い回しの2人。せめて2人しかいないんやったらグラフィック、ああこっち受けいけないよね。なんか ため攻撃結構痛いですね。あいつらどこ行った。上、あいつら足速いな。もうどっか行った。あー、おー、端っこね。こんな中普通に離れてこれやるだけで勝てんちゃうんですよ。特にゲージ消費もなく。ちょっとキック試しましょうか。あんまりポイントが300、パンチが4、パン、200×2 ですかね今の。あれ、ビーム出ない、ビーム出ない。左下にゲージみたいなありましたね今。おお、もう全く同じ見た目のやつらがいっぱい来た。
ね、シット They just keep coming This、might be the end for Cleveland Wine Grow、何言ってるかは分かりません。お、後ろから情報屋が来ましたね。 The fuck Oi Cleve Take this、逃げた方がええでみたいなこと言うとるんですかね、こういうの我は。結構もう悠長に、おお、グラフィックが RB RB RB、ここね。なんかアドバイスしに来てたんですね。なんか超人が、振りが重くてちょっと、あ、でも一発で吹っ飛ぶんで、あ、吹っ飛ぶっていうかだいぶよろけるんで、でこっちで吹っ飛ばすか。連続攻撃はちょっと振り遅いから後ろからとか来るのには注意した方がいいですけど、前にはだいぶ強いですね。あー、これ倒してても連続攻撃入るタイプのゲームなんですかね。あ、いや倒れるな。なんかもっとなんかね、変身した時曲調もっと和風にしてもいいかなとは思うんですけど、これに話しかけんの。え、ちょっと寂しい人みたいになるけど大丈夫。 You gave them a good、beating son。 え、息子がなんて、え、喋ってんねんけど、え、人間なのこれ。こいつ右と喋ってた。なんか股間テカテカしてるけど大丈夫、漏らしてない。で次どこ行ったらいいのこれ。なんかいる。喋りかけられない。ヘルスゲット、あー、回復ね、これ。え、こんな道の途中に駅員さんみたいなのいる。なんかこう、ジュンさんですね。なんやて、殺しとるか、これ。ちょっと最近ね、英語をもうちょっと理解したいなと思ってるんで、これで英語も理解できればいいなと思います。ジュンさん全然直接は言ってないですね。これゲージ商品、あ、左の青いゲージ、こっちの方がちょっと素早いから、なんか全然囲まれる。あ、切ればゲージが回復するんですね。で、長押しがダッシュ、長押しが、あー、連続ね。弱の長押しが連続攻撃、強の長押しがダッシュですかね。敵さえ多ければ全然変身してもゲージ問題なさそうですけど、まあ、ちょっと今後やっていくと多分ゲージ管理とかも重要になるんですかね。そろそろちょっとこれゴミ捨てた方がよくない？大丈夫？このね、もろ仁義なき戦いパクリみたいな、これ大好き。仁義なき戦いね、結構好きなんですよ。この前、ネットフリーやったかな。で、全部あって、で、ちょっと見直して、で、一部なかったんで、そこはアマプラの方であったんで、全部見直したんですけど、やっぱあの時代のヤクザものってかっこいいですよね。日本ではまず見かけない、ちょっと中華風なネオンの街。酔いしぶれてますね、この人も。道の真ん中を塞ぐことあるかな。あ、これ道頓堀やね。完全にこのチャリの止め方と、この街灯と、道頓堀ですね、これ。これ、天章、ラーメン天章って、ラーメン金龍ですね。なんか俺は信じてた。俺の自転車。ストールンアゲイン。チャリパックされたんですね。まあ、道頓堀にね、チャリ止めてたんら、チャリパックぐらいされますよ。あ、これ、カニ道楽か。カニバル。
まっすぐでいいのかな。これカニ道楽の方からだったら、カニ道楽が右手に見えるってことは、今必死に進んでますね。なんかめっちゃ可愛いギャルいんねんけど、ちょっと遊ばれへんの？そういうゲームじゃないのかな。カニ、ん？東には何もないね。あ、ちょちょ、変身じゃない。そやね、コダハジのとこって確かこんな看板ありますよね。あ、降りますね。お好み焼き、タバコ、タバコ屋もまだまだちょっと元気なみたいですかね。あ、こっちじゃないのね。こっちに進んで、おー、ナイト、んー、クラブ的な感じ。ガードマン、いかついな、また。加藤さんの兵隊がどうこう言ってるんですかね。なんかここに侵入してなんかしろっていう話ですかね。何言ってるのか全くわかんないんで、ギャルに話しますギャルって G-A-L-L じゃないんや、 G-Y-A-R-U なんや。ギャル5人組、まあコロナで大変なのかマスクしてますね全員。なんか探すっぽいんですけど、サイレントサラリーマン、静かなサラリーマン、おとなしいサラリーマンですね。チャルメラをバックに、今これどこ歩いてんの？南の町入ったんかな？なんかエグいことあってんけど。ヤクザーって言ってる。プアーホームレスマン。まあ、ホームレスの方。ヤクザー。何があったか聞いてんのかな？トライングトゥース。スニークイントゥヤクザクラブ。おー、ヤクザクラブに侵入を試みる。This idiot deserved everything that happened to him. あー、なるほどね。この方、ヤクザの経営してる先のクラブに行こうとして、ボッコボコにされて、ここに投げ捨てられたんですね。やっぱり正面から行くのは危険ってことですね。ああ、でもここ裏が開いてるから。なんかお父さんがどうこう言ってね。ヤクザ、空手。お父さん、ヤクザ、空手。なんか喋ってる。わかんない。酔いつぶれてる人とやられた人の寝方が、びっくりしょ。なんかいっぱい来る。どうでもこいつでゲージ回復。でもこれちょっと吹っ飛ばないから多少殴られちゃうね。HB やばくない HB やばくない。ちょっと初めて知ってるけど、もしかしてこれゲージ消費の必殺の変身って HB 減る？一発食らったら負けんねんけど。ちょっと古速に行く。でも好きでかいよな。ローリングキャンセルですね。いけ。自販機いらんよ。これクラブの上かな。おお、上から降ってきた。
え、どっから降ってきたの？びっくりした。相手がナイフ投げするときとかって表示されるんですね、場所が。え、なんか燃えてる燃えてる。パンチパンチパンチでキックで倒れない。敵が多い。こっちは後ろいたら大変かな。 HP でじわじわ、いや増えるね。 HP はじわじわ増えるけど殴ると減る。殴ると減るのね。なるほどね。数が多い時に使っちゃうと、もうそれだけで HP 結構減っちゃうのね。変身結構じゃあモロハの剣ですね。あ、まずいまずいまずい。変身しない方がいいんじゃないのこれ。永久国外追放されるんですね、ヤクザに乗され。死ぬとね、仁義なき戦いの曲流れるんですね。原作リスペクトですがね。もうちょっと手前、この辺でリスタートしたよね。全員倒した。あ、こっちね。なんか次行くとこね、ベルトスクロールアクションみたいに表示してほしいですよね。こんな渡らせる必要ある？おー、次だ。あー、ゲージがないから変身できないね。キックでも倒れないよね。なんか敵の倒れるゲージがあったりするのかな。あ、この左のやつこれ倒れるゲージかな。そんなこと見てたら結構まずい体力になってきてるね。まずい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 。ちょっとゲージ溜めて変身したいね。もうまずまず無心だ。ちょっとむずくない？
よし。そこ、そこ人数少ない時はこれでいい。ナイフとかいなかったね。これで。で解除。でゲージ貯め用にこいつは残してたやつを。ああもうちょい殴ればよかったね。オッケー、痛いよ。やっぱ敵の必殺技的なものを食らわないのが一番大事かな。タックル君を避けて、オッケー、いいんじゃない。おお抜けた。バットももうちょいじゃないかな。よし、今回いい立ちをしゃぶね。おお連続攻撃あんのね。もうちょっと変身して始末しようか。オーケー。もうこの人数は気にせずガリガリいけるよ。もうこいつだけね。オッケー。でこっちが、ああ回復ポイントあるね。チャカ持っとんぞ、チャカ持っとんぞ。チャカはまずいぞ、チャカまずいって、チャカまずいって。きっちり狙い定めて撃ってくる感じね。そんなに連続でパンパン撃ってけんね。あーってことはそんなにチャカは脅威じゃないかもね。どうせ撃たれる前にあの黄色いの出るやろうし、あれさえちゃんと見て良ければ。いた。よし、もうあと一人ね。ああ、チャカ残ってた。全然打ってけへんね。お。あんまり後ろとかに判定あるわけじゃなさそうね、これ。なんかレベルアップして判定強くなってきた。あー危ない。判定とか変わったりするのかな。よしよしよし、あとは素手のタックルやろうとかね。片方を寄らせてゴリゴリのゴリ押しよ。いった。ちょっと痛いんで安全に。でも避けるのが重要な時はこれ微妙かもな。あーでもいいねいいね、ローリングで避けやすくなった。あと一人なら解除。お、いった。地味に敵の攻撃めっちゃ痛い。ちょっと一瞬ピッて立ち戻ったからイベントかなと思ったけど違うね。あれ、あこっちね。また自販機ないかな。移動しながらはしごを選択するとなんかそのまますーって移動するのちょっと違和感ありますね。お、クラブに入れましたね。ギャルばっかりですねこのクラブ。 All right bitches, the Black Eagle is sold and got me a clubブラックイーグルオブソウルゴッドインザクラブ。オーライトビッチ、ビッチしかいないでいいな。Let's see if I can find。 なんか支配人みたいな。プライベートパーティーやぞ。あ、アングリーサグ ID。 あ、身分証見せろみたいなね、言ってきてんのね。身分証ないと即囲まれるのね。え、ちょっと敵多くない？こうしてこっちこっち。痛い痛い痛い、めっちゃ痛いね。
こっちはあの連続で攻撃できるからゲージを回復しながら戦える。無理やん。え、無理じゃない。え、めっちゃむずない。え、かっこいい終わり方。あれ、まだ終われ。ああ、次いけるね。 Wait ヤングマン。お、ちょっとギャルたちと毛色が違う。ママかな。 Are you crazy? You cannot find here。ただのお客さんかな。 Hey, you speak English? I'm looking for a guy who stole my jacket. Stole your jacket? Who are you looking for? I'm looking for ジャケットがどうこうですね。 That must be... And why would he steal? He was harassing a woman in the park and tried to... 何を言ってるのか全く分かりません。 Hey, just... It's... But after what you just... 特に何があったわけでもなさそうなんで次に行きます。え、店広。あ、回復。回復いいね。助かる。ああ、もう思い通りのクラブもあんのね、奥に。あ、VIP 席から入ったのね。え、女子トイレやん、これ。ブラジリアン。なんか、お客さんのブラジルの方に何かされたんですかね、セクハラ的な。女子トイレ普通に入れちゃうんですね。で、こっち男子トイレ、え?小便器少な。あー、見えないけど、こっちにもあるのね。え、でも、こんな無駄なスペースある男子トイレ、なかなかないですよ。贅沢。あ、進んだ。なんか始まったね。ん?何も起きない。この、方向転換ぬるーってすんのやめてくれんかな。もっとささっと移動してほしい。固まったかと一瞬思っちゃうんでね。なんか見たことない HP バーついてるね。ボスかな。その角度から見える。いや、お久しぶり。え、結構可愛い話し方するね。はぁ、何やって。ジュンさんと戦うんですかね。これジャケットの忘れ物があってな。え、かわいい主人公、かわいい。あー、ジュンさんやっぱボスだから HP はでかいんですね。これボスに HP バーつけるんだったらザコにもちょっとつけてほしいですけどね。あー、強そうな2連続攻撃してくるのね。バットのね、ザコは怖いから、事故がね怖いんで、ちょっと早めに倒しときたいね。3人ならこれでヒットアンドアウェイで。あー、痛い。刺激がでかいから、あー、強攻撃は使う方がいいかもね。弱で振って即逃げ、弱振って即逃げ。バットを倒したんよ。お、倒した。補充されんの。聞いてない聞いてない聞いてない。ってことはこの純の兄貴をとっちめなんですね。あー、でもそこまでは強くないけどね。遠距離がいないからそこまで全体に気配る必要はないんで、なんか黄色く光ったり赤いマーカーが出たら気をつけよ。しよし、今の間にいった、いった。まず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 、避ける。回復したい。ちょっぴりしか回復せんね。攻撃食らったらまずいレベルです。2回来るよ、これは。そうね。めっちゃヒットアンドウェイで戦ってるけど。これでちょっと回復したい。どう?お、なんか見たことないこういうパターン使ってる。あー、ちょっと一発ぐらい耐えそうになってきたね。オッケーオッケーオッケー。
ガリガリ。ダメダメ、うっそ、一発。で生きる気がせんぞ。はあ？なんやて？腰に乗って負けんのよね。よし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 、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない、もう一発かけたね。オッケー、3発ぐらい、危ない。3、もう一回追加。オッケー、まずオッケー、これで終わるか。オッケー、このアメクオは鬼みたいに強え。いや、お前めっちゃ強かったけどな。ええからさっさとジャケットを返してくれんか。ははかわいい。なら、若い衆よ、鍛えてくれたの。もう一人来た、うん。こっちが若頭的な組長かな。モデルが怪しい。引き金持ててない。シッ、撃たないでくれ。自分のジャケットを取りに来ただけだ。かわいい。チャッチー母ちゃんのために人に喧嘩を売るか、我。的場慎二さんが組長なんですかね。ダサくはない。我、チャカを目の前にしてなかなかの度胸あるやんけ。ジャパニーズヤクザってわかるか、我。あれ、ジャパニーズヤクザってわかるか。あれ、これ2年後の話だと思ってたけど、2年前の話か。もしかしてヤクザって使い物にならんゴロつきっていう意味やったな。なかなか言うやないか、我。嫌いとちゃうで、殺すにはもったいない。あ、これで一回組に入るんですかね。黙れよ、悪い。で、その後、なんか
この主人公のスケ言ってたんで、女性の関係で組に揉め事が起きたんで指を詰めたっていう感じのストーリーですね。ウィングロークリーブランドやな、悪い。お前の外国人登録書を見たさかい、全部知っとるかな、住むとこも。でもこの組長さんめっちゃ渋くない？もうええから、ジャケットを返してもらえたら帰ります。いつの間に呼んでも分かんないかと申します。電話してます。岸和田警察署です。岸和田警察署。 It's me, dude. What happened yesterday? You get the jacket? And if I don't do them some kind, I'm waiting to babe. And like, ジャケットがどうこう言ってるね。もう見てもしゃあないんで飛ばして、これで次のショーやよね。出たらちょっと今日は一回この辺で終わろうかな。じゃあ、一回この辺で終わります。見ていただいてありがとうございます。よかったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。